ではいつも通りヨッシナに。必ずやご加護あるでしょう。まあ、しつけえな。寄るんじゃねえよ。こうが撃てる。どこまでも醜いな。これが種族が一つかのごとき理想郷か。叶わぬと悟った時に滅ぶべきだったのだ。貴様ら冒険。この国もな。なんということだ。陛下のお命が奪われるなど。王子殿下に続いてこのような。急ぎ世継ぎを決めねば王の魔法の継承が途切れて。そうなれば他国からの侵攻が。それだけではない。我が国は連合王国、悪くすれば内戦もあろう。国難にこそ我らは結束せねば。ボーデン陛下。誰がこのような。王の寝所に入れる者など限られています。ですが。いや、陛下は王の魔法を継ぐ希代の魔導士、心臓を一突きなど並大抵のものでは。王子殿下を襲った賊も突然城に現れた。神をも恐れの王族殺し。できる者がいるとすれば、ルイ。さて困りましたな。王子殿下はすでに創世。他に王位継承権のある方々には王の魔法をなす王爵を告げるほど素養ある御人はおられないのだ。こうなると果たして誰が次の王か。今から始まろうとしているのはメタファー・リ・ファンタジオのプロローグデモ版だ。収められているのは物語の最序盤のみになるが、基本的に製品版と同じ体験ができるだろう。なおセーブデータは製品版に引き継ぐことができる。幻想への好奇心に感謝する。誰かな。どこからか私を覗き見ているのは。君が何者かはわからないが、私たちの世界に関心があるのかい。興味深いね。名前を教えてくれないか。
他の誰でもない。今こちらを見ている君自身の本当の名前を。珍しい響きだ。こちらの世界ではあまり聞かない。私のいる世界の出来事は君にとっては絵空ごと、別の地平の物語、すなわち幻想だ。だが全てが君とは無関係だと言い切れるだろうか。こちらの世界に触れようとしているなら初めに聞いておこう。幻想とは現実に影響をもたらさない無力な作り物か、ただの夢物語ではなく、幻想が己の生きる現実に何かをもたらすこともある。君はそう信じているわけか。私には未だ答えがわからない。だがもしも幻想とは世界がこのままである必要はないという願いなのだとすれば、幻想こそが世界をも作り変える新たな現実となるかもしれない。それを確かめるため君が体験しようとする物語を見守ってみることにしよう。それでは始まりだ。ければもうすぐ王都よ。本当なのか、王様が死んだって。軍は葬式の支度に兵を取られて治安は最悪。ただでさえ妙な怪物が出るとかで兵隊が足りんのに。怪物か。確かに近頃噂を聞くな。おまけに王には世継ぎがいない。後釜争いで揉めるだろう。思いやられるぜ。何凱旋者。諸君、我々は義勇団である。王家も政教ももはや救いにならぬ。軍神ルイ様の世が来るぞ。資金と忠誠を捧げよ。従う者は守ろう。だが逆らえば。ほら出せよ。そそのやつよ。次。お前、こりゃ珍しい。エルダ族か。本当だ。角も長い耳もね。汚れた種族だ。王都に何の用だ。おっと、なんだ、生意気にこんなもん持ちやがって。待て。逆らうなと言っとる。メイトン、死ぬ覚悟はあるということだな。邪魔だ。
治安悪すぎでしょ。軍神ルイ様の世が訪れるとか言っちゃって。ちょっと大丈夫？まあ首がつながってるだけマシね。匿名のことはバレずに済んだし、幸運だったと思いましょう。匿名って？ちょっと冗談でもやめて。分かってると思うけど、私たちの正体が誰かにバレたら終わりだからね。命より重い任務よ。失敗したらもう行き場なんてないんだから。大丈夫？行くわよ。止まって。気をつけて。いい？強敵がいるわ。注意して。一応確認しとくけど、初任務の手順分かってるよね？手順ってなんだっけ？命より重いって言ったよね。まずは王都に入って、歩兵者で新兵として採用されるよう動いて。これは王国の命運がかかった匿名。遂げるか死ぬかよ。でも死ぬのは嫌。絶対やり遂げましょう。日が暮れる前に抜けないと危険ね。めげずに急がなきゃ。不安は現実に恐るべき怪物を生み出す。これ私たち妖精に伝わる言葉よ。いつもの魔法をかけてあげる。気休めくらいにはなるでしょ。うん、この世に初めて生まれた魔法は音楽なのよ。どう？乗ってきたでしょう。行くわよ。いい？
気をつけて。まずい。この感じ。警戒して。強敵が近くにいるわ。種族と三つの国が魔法の恵みに抱かれる大地ユークロニア連合王国、王国歴785年、ユークロニアは突然の王の死に揺れていた。不安から種族同士はいがみ合い、格差に引き裂かれ、かつて歌われた英雄譚を覚えている者もない。これはそんな世界を塗り替える幻想の物語。早くしろよ。つるせ、つるせ。違う、俺は何もやってない。嘘つけ二本足の犬め。楽しきで何でもやる奴らがよ。かの者を魔導機の正しからざる使用の咎で死刑とする。カリパスってだけで言い分すら聞いてもらえないのね。ひどいだろ。あんた何か恵んでくれよ。うわ、ありがとう。俺の、ちょっと恵んでくれよ。田舎とは違うのよ、まったく。遊びに来たんじゃないからキョロキョロしないで。馬車でも分かったでしょ、あなたと同じ種族なんて一人もいないんだから。でもさすが王都ね、いろんな種族が行き交って。田舎じゃありえない。でも決まった種族が幅を利かせてるらしいよ。クレマール族とかルサント族とか。ただでさえエルダ族なんて珍しいから絡まれないよう気をつけて。ねえ聞いた？陛下の話、病気じゃなくて本当は殺されたとか。し、めったに言っちゃダメよ。確か王子様の時もそうじゃなかった？襲われたとかって。嫌だわ、これ跡目争いよね。勉強で怪物が出たってよ。今度も兵隊を送るらしい。ここんとこ軍はふぬける一方だな。ルイ様が中央にいた頃はもっとビシッとしてたのに。この国どうなっちまうんだろうな。せめて後継ぎの王子が死んじまってなけりゃな。陛下が見まかられたこの一大事にも、や
はり王子殿下の身に変わりはないか。王国一の聖女ですらも清め得なかった呪い、いかな我らであってもどうすることも。襲撃から早10年以上だ。お体の衰弱ももはや限界か。このようなやり方、殿下はお許しにならぬであろうが、やむを得まい。殿下を呪い、陛下のお命までも奪ったあの男だけは決して許してはならぬ。軍へと潜り込み、老子に伝令を届けてはもらえぬか。まさかお主に頼むことになるとはな。だがもはや仲間もおらず、他に手立てがないのだ。これは匿名である。よいか、必ず伝えるのだ。殿下がまだ生きてること、それに私たちの正体バレたら終わりよ。骨は拾えないから覚悟して。まずは母兵舎の建物を探しましょう。そこで新兵を募集してるはずよ。どうすれば。